しゃべれ電波少女。はい、今回はですね、しゃべれ電波少女テーマソング日の当たる場所の公募についてのお知らせです。11月22日の配信をたくさんの方にご覧いただき本当にありがとうございます。感謝しております。今カラオケ屋さんで、練習してますとか子供と一緒に歌ってみますという声をたくさんいただいております。本当に嬉しいです。ありがとうございます。またいくつかの問い合わせも来ております。そこで今回は最も多かった7つの問い合わせについて、回答していきたいなと思っておりますので最後までご覧ください。問い合わせ1、お送りする VTR は音だけでもいいのですかという問い合わせが来ました。答えはノーです。はい、歌っている表情も審査の対象となりますので、その様子が分かる VTR を送ってください。また以前お伝えしました、送っていただいた VTR を YouTube 番組しゃべれ電波少女の中でアップしてきますよという件ですが、このことについては変更はございませんが、お問い合わせの中で顔が出ちゃうのは恥ずかしいとか本名出ちゃうのは嫌だなというご意見もございました。そこでですね、アップする前に必ず、スタッフの方がですね、皆さんのところに、ご連絡をさせていただきます。そこで最終確認をさせていただき、その上で、アップしていくということを考えておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。問い合わせ2、日の当たる場所は男性女性どちらが歌ってもいいのですか。はい、これはもちろんOK です。はい、そうですね、男性女性どちらの方でも結構です。皆さんで楽しく歌ってください。問い合わせ3、男性は男性バージョンのカラオケじゃないとダメですか。答えはノーです。はい、これですね、どちらでも結構です。男性の方が女性の、カラオケで歌ってるのも結構ですし、女性の方が男性バージョンで歌ってもらっても結構です。キーの合う方で歌ってください。問い合わせ4、コード表が入っておりますがカラオケではなくギターやピアノを弾きながら歌ってもいいですか。はい、答えはもちろん OK です。はい、バンドを組んでる方とか、またはね、自分でギターを弾いてるとか、ピアノを弾くんだっていう方、ご自分で弾き語りという形でも結構ですので、ぜひぜひ、そういった形で送ってください。もちろんその時にはね、また VTR としてその弾いてる様子とか、ギターを弾いてるとかピアノを弾きながらっていうその様子も分かる感じで送っていただけると助かります。問い合わせ5、優勝した後レコーディングや調布 FM への出演とありましたがスケジュールが合わない場合はどうすれば良いですか。答えは臨機応変に対応いたしますということです。ですので、皆さんのご都合と私たちのスケジュールとすり合わせながら、可能なところはレコーディングをしていく、可能でない場合はこちらで別の形で対応していくということで、ぜひこの辺はですねご相談に乗っていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。問い合わせ6、ランディングページにカラオケやデモデータを入れてもらえませんか。はい、こちらはすでに行っております。はい、こういったご意見が、多くあったものですから、早急に対応させていただきました。概要欄からですね、しゃべれ電波少女テーマソング日の当たる場所を歌いたい方募集のところをタップするとこういうランディングページが出てきます。はい、そこで例えば、コード表のところをタップしますと、こういうふうに、出てきますね。はい、とか、あとは、カラオケ提出用ファイル男性用を押しますと、こうやってギガファイル便が出てきます。それで、こうやってスクロールしますと、ここに、今すぐ再生というボタン、この再生ボタンを押しますと、音源が流れたりしますので、皆さんで、使ってみてください。問い合わせ7、
しゃべれ電波少女でデモデータとカラオケをアップしていただけないか。はい、こちらは OK です。この後ですね、男性用のデモとカラオケをまず1本にする。これでアップします。その後、女性用のデモとカラオケ、これを1本にしてアップします。ですので、そういったものをね、ぜひ、使いたいという方はぜひぜひそちらも、見てください。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、7つの問い合わせにつきまして、お答えをさせていただきました。いかがだったでしょうか。他にもですね、あんなことを聞いてみたい、こんなことを聞いてみたい、そういったことございましたら、ぜひコメント欄に書いていただけますと嬉しいです。こちらの締め切りは12月の20日月曜日となっております。皆様どしどしご参加ください。スタッフ一同心からお待ちしてます。よろしくお願いします。